どうも、木原です。今日はですね、12月の30日、僕がですね仕事納めをした日なんですけれども、これをアップする頃はですね12月の31日かなっていうふうに思います。で、最後のね、今年の振り返りっていう動画をねちょっと撮ろうかなって思って今動画を回してます。そうですね、お疲れ様でした。今日もなんとかね怪我なくね終われました。すごくね何にもなかったらいいなと思いながら仕事はしてたんですけれども、現場自体はねそんなねどう言ったんですかね入れてたわけしっかりした現場を入れてたわけではないので、事務処理だったりとか、あとは掃除だったりとか、あとはそうですね、年末準備っていうのをしていたんですけれども、なんとか終われました。で、今日はですねこの動画を作る前にですね、この後ろに見えてる梅酒ですね、梅酒の試飲もしたんですね。で、今日はね2本立ての動画になるかなっていうふうに思うんですけれども、話していこうかなっていうふうに思います。じゃあね、皆さんもね年末なんて言ったらいいかな、仕事を収めてね家でゆっくりしてると思いますんで、お疲れ様でしたということで乾杯っていう感じでしようかな。これはですねハイボール飲んでます。で、これねこのウイスキーで飲んでるんですけれども、なんでこのウイスキーをのここに出し梅酒の横に出してるんだっていうと、これはですね今年の思い出のお酒の一つなんで、合わせて乗せようかなっていうふうに思いました。僕はですね、東京のねガーデンエキスポっていうのに行った時にですね、後輩と飲みに行った時に、2軒目のバーでですね千原ジュニアさんに会ったんですね。で、その時にどう言ったんですかね、飲んでたウイスキーなんですね。だからちょっとね思い出のお酒っていうのでちょっと乗せてます。で、梅酒も飲みましたし、今日は食事終わってからねこの動画を上げて撮ってるんですけれども、ちょっとねほろ酔い気分で動画の方を上げてるので、失礼がないようにですね喋ってはいこうかなとは思ってるんですけれども、ちょっとね堅苦しい感じにななってしまうかもしれないんですけれども、少し挨拶の方をねちょっとさせてもらえたらなっていうふうに思います。今年1年ね最初から見ていただいてる方、途中から見ていただいてる方もいるかと思いますけれども、本当にありがとうございました。なんとかね登録者もですね今ここに載ってるので言ったら3750人ですか、ものを多くの方にですね登録いただいてですね、それを励みにですねなんとかね YouTube をね1年ね続けてきました。で、6月ぐらいからですね毎日投稿っていうのをねなんか維持になってやってて、今日もねそれでね最後の動画を撮ってるんですけれども、なんかねこう振り返るとねすごい思い出が深いことがあるなっていうふうにも思います。なんかその辺もねちょっとね酔っ払ってる最中なんで、なるべく言葉がねまとめられたらなと思って一応メモは取ってるんですけれども、ゆるくだらっと酒のつまみにするような感じでですね見ていただけたらなっていうふうに思います。本当にね1年続けてこれたのは見ていただいてる方はもちろんですし、コメントいただいた方、いいねいただいた方、さまざまな方々のね本当にね支えあってやなっていうふうにも思います。で、あとはですね仕事仲間ですね、一緒に働いてる仲間もですね僕は新しいことをすることにですね嫌な顔は してなかったと信じたいんですけれども、嫌な顔一つせずにですね付き合ってくれたなっていうふうにも思いますし、YouTube の撮影をしてるがゆえにですね現場が押してしまったりだとか、その押したことによって僕がちょっとピリピリしたりするようなシーンとかも仕事をしてる時にあったかなと思うんですけれども、本当にね嫌な顔一つせず付き合ってくれたなっていうところで本当に感謝やなっていうふうにも思います。で、あとはですね僕は YouTube を初めてですね周りのね友人だったりとか、あと家族だったりとか、いろんな方のね支えもあったなっていうふうにも思います。やっぱりねこうなんて言ったらいいですかね、すごくね否定的な方がいなかったんですね僕の周りで。ただほんまにうまくいくのみたいな顔で見てる人は中にはいたかもしれませんが、
どういったんですかね、真剣にね、僕も取り組んでたので、まあ、そのせいでほんまに頑張ってたなーって言って、よ、すごいよって言われる、言っていただけることもあってですね、すごくね、まあ、それもありがたかったなっていうふうに思って、まあ、それもすごくね、励みになって頑張れたかなっていうふうにも思います。でですね、あとはね、忘れちゃいけない大森さん、大森さんがね、きっかけくれなかったらね、こうやってね、YouTube っていうのをね、始めてなかったかなっていうふうに思うとね、感謝やなっていうふうに思います。大阪にもね、来てくれたりとかして、まあちょっとね、その時の動画も上げようかなと思ったんですけどね、本当にね、もうお酒に酔っ払ってね、ただただ仕事の話だったりとか、まあ、未来の話とかも少ししてたんですけど、ちょっと編集がね、なかなかうまくできなかったので、上げなかったですけれども、すごくね、行った際とかでもよくしていただいて、本当に感謝やったかなっていうふうに思います。本当にね、このね、1年、まあ、丸々1年は経っていないですけれども、まあ、ほぼ1年ですね。なんとかね、すごくね、こう、まあ、40歳の年として、なんかまたね、こう新しいことに取り組むっていうのね、楽しさというか、そういうのをね、感じながらね、1年を過ごしたなっていうふうに本当に思います。本当にね、ありがとうございます。で、そうですね、まあ、今年の振り返りですよね。まあそうですね、まあちょっと YouTube を始めたての時の話をしようかなとかも思うんですけれども、まあ始めたてでですね、何本目やったかな、結構ね、最初の方にね、動画を上げた時にですね、その最初の方の動画でですね、どれやったかな、出てくるかな、もうね、コメント欄とかには残してないんですけれども、最初始めたてでどれぐらいやったかな、結構何やかんやって動画何本ぐらい撮ったんやろうね、多分そうですね、始めたてでですね、何本目ぐらいかな、どこだったかな、梅の座学みたいなのをね、撮ったんですよね、最初の方で。どの辺だったかな、どこやろ、あ、これかな、9ヶ月前ですね、ちょうど9ヶ月前ぐらいにですね、梅の座学っていうのをね、庭師が語る梅の座学っていうのを撮ったんですね。で、まあ、この頃にはですね、どれぐらいやったか、100人ぐらいは行ってたのか、まだ行ってないですね。100人も行ってない時やったんかな。100人も行ってないぐらいの時だったんだと思うんですけれども、まあ、その時にですね、僕はちょうどね、3月ぐらいが誕生日やったので、その3月にですね、まあ、誕生日の日をですね、まあ、食事に行ってたんですね。で、その誕生日の食事に行ってる時に、なんかコメント来てて、で、コメント来てるけど、どういうですかね、実際の画面上には出てなくって、何やろうと思って、まあ、確認してからの、どういったですかね、誹謗中傷があるところは確認しないと、確認してくださいっていうのを YouTube のそのところで出てくるんですけれども、それを、何やろうと思って開いた時にですね、くっそつまんねっていうのをね、コメントで最初にね、アンチのコメントをいただいて、まあすごくね、不安がよぎるね、誕生日やったなっていうのをよく覚えています。なんかね、すごくね、嫌やったなっていうのを覚えています。でもね、でもまあなんかそんなんを言ってくる人がいるってことは、まあなんか YouTube 始めたんやなっていうのをね、ちょっとね、感じながら、動画を作ってたなっていうふうにも覚えてます。これはでも100本か。100本の動画を作った時かな。まあ最初の方は、本当にそんな感じでですね、なんか、どうやっていったらいいんやろなとか思いながら、やってたのをね、思い出しますね。で、そうですね、あとはですね、8月とかにですね、なんかこう僕の動画を見てですね、こう、ちょっと会えませんかっていう方がいてですね、若い方ですね、20代前半ぐらいの方がいて、その方と会った時のこととかも、まあ、鮮明に覚えていますね。まあ、今どういうふうにしてらっしゃるかわからないですけれども、まあ、その方もね、なんか庭師としてですね、庭木植木屋さんとしてですね、なんか、
こうその職業に携わっていけたらなっていうのを考えながら、あの僕に会いに来てくれて、まあその時はね結局なんか説教みたいな感じになっちゃって、なんかすごく申し訳なかったなっていうのと、まあでもね、せっかく来てくれてるんやから何か持って帰ってほしいなとか思いながらいろいろ喋ったのを覚えています。まあその方もね、あのまあ連絡は取って、連絡はね僕から取ってないんですけれども、まあ今どうしてるかわからないですけれども、まあどっかで頑張って、あのね、あのがもう学校卒業したのかな、なんか園芸の学校行ってるって言ってたんで、まあ卒業したかわからないですけれども、まあ、頑張ってね、この仕事に携われるように切磋琢磨してるんかなって思うと、まあまたね、こう今こうしてますよみたいな話とかもね、まだ何年か後とか見てもね、聞けたら面白いなとかも思いながら、なんかそんなのね、振り返りで言ったらありますね。で、あとはそうですね、うん、コロナとかにも僕はかかったんですね。で、夏入る7月ぐらいかな、かかったんですけども、まあその時も結構きつかったですけれども、まあ6月ぐらいからですね、毎日投稿を始めるっていうので、なんかちょっと意地になってしまってですね、やってたんですけれども、本当にね、なんか、まあ続けることに意義があるじゃないですけれども、まあどこか僕がですね、他のね植木屋のね YouTube チャンネルの方みたいにですね、すごいね、なんて言ったらいいですかね、ちゃんとできてなかったかもしれないなとも思いますし、なんて言ったらいいですかね、勝てるとこはどこなんだろうって、まあ結構僕より年上の方とかも多いですし、あとは技術的にもね、優れた方とかもすごく多いので、まあ僕はどこで勝てるんかなっていうふうに思ったら、まあ、なんて言ったらいいですかね、毎日みんな投稿してないし、まあ大森さんはね、すごいされてたんで、まあ大森さんにはかなわないなと思いながら、見てましたけれども、まあ、まあそこだったら僕も戦えるかなと思って、なんとかね、12月はね、まあ12月っていうか、まあ今までね、毎日投稿をやってきました。そんな中ですね、やっぱり動画をね、まあ、削除じゃないですけども、非公開にしないといけない動画とかもあったので、まあ、実質で言ったらですね、動画が毎日分あるかって言ったらないんですけれども、まあでもそれでも1本か2本ぐらいかな、なんか、それは危ないやり方じゃないですかっていうね、ご指摘のね、声とかもあって、動画の方は控えさせてもらったりとかもあったんですけれども、すごくね、どういったんですかね、コメント欄にもね、支えられたなっていうのを、今思うとね、振り返りありますね。やっぱり、すごく賛否が分かれる、仕事かなっていうふうにも思いますし、まあ、見る人によったら、すごく綺麗に見えたりとか、まあ、木を切る作業ですね、木を切る剪定作業ですね、よく見えたりとかもあるし、でも、僕の感性とね、合わない方だったりとか、僕のやり方があまり、気に入らない方とかだったら、まあ、否定的なご意見とかもね、あったりとかもしましたけれども、まあ、すごくね、まあ、忌憚のない意見もね、聞けたので、すごくね、そんなんも含めてですね、頑張っていかなあかんなと思いながらやっていたのをね、つい昨日のことのように、みたいな感じかな、言葉で言ったら、やってたなっていうふうに思います。でですね、あとはですね、そうですね、なんかもう嬉しかったこと的なんで言ったら、まあ、実際にですね、YouTube を見て、ちょっと仕事のご依頼をいただけることとかもね、2件あったんですね。で、その2件はですね、動画にも上げたんですね。なんかね、すごくね、嬉しかったです。やっぱり見てる方が、僕がやってる仕事っていうのに、まあ、こいつやったら頼んでみてもいいかなって思っていただいてですね、ご連絡いただけたので、僕はすごく嬉しかったです。で、その時にね、2個目の動画かな、一緒に作業をしたところの、お客様は、これ使わないから、つってね、ハイリフトジャッキっていうね、高価なものをですね、譲り受けたりとかして、まだちょっとね、使える機会がちょっとなかったので、今年は使ってないですけどね、来年活躍ね、できる場があればなと思いながら、大事にね、今保管して、使える準備を虎視眈々と企んでいるかなっていうような感じです。本当にね、すごくね、それも嬉しかったですね。で、あとはですね、YouTube を見てね、面接
してくれっていう方とかもいらっしゃって、まあちょっとね、まあ僕の対応も悪かったというか、僕のね、その対応のレスポンスとかが悪かったりとか、向こうの思ってることとちょっと違うのがあってですね、ちょっとご縁はつなげなかったんですけれども、まあ見てね、ちょっと仕事をね、一緒にしてみたいなって思う方がいらっしゃったっていうのはね、すごく僕の中で嬉しかったです。で、あとはですね、そうですね、企業さんですね、企業さんからですね、商品提供をいただけるようなこととかも、3件ぐらいあったかな、3件で1件はちょっと断らせてもらったんですけれども、まあそれはね、ちょっとね、ここの、チャンネルの中のその、内容と趣旨がちょっとね、ずれててね、まあちょっと辞退させてもらいますっていうのは言ったんですけれども、まあ面白かったですね、その案件、これを紹介してもらえませんかって言ってくる企業さんも面白かったんですけれども、そうですね、まあその話はいいか、まあちょっとね、趣旨と違ったのでね、ちょっとお断りはしましたけれども、まあ3件ほどね、そういう商品提供のご依頼があって、僕みたいなのでもそういうのをお願いされることがあるんやなと思ったら、まあ何かね、こう必要とされているというか、まあ企業さんからもしてもね、商品を提供して紹介してくれたら、まあありがたいっていうことだったら、僕も使ってみたいしね、まあウィンウィンの関係といいますか、すごくね、いいご縁いただけたなっていうふうにも思います。本当にね、すごくね、良かったなっていうふうにも思います。で、そうですね、まあそうやな、ちょっと酔っ払いながら話してるんでね、まああんま緩く聞いてもらったらいいんですけれども、そうやね、YouTube を見て面接した方はとはご縁つながらなかったんですけれども、結果的にですね、仕事仲間っていうのはそうですね、2人ぐらい増えたのかな。まあちょっとパートナーとしてっていうか、仕事を依頼したりとか、手伝ってもらう個人事業主の方も1人どういったんですかね、協力関係の人も一人増えましたし、一緒に働いてくれる仲間も一人増えたんですね。で、これはすごくね、僕の中ではね、嬉しいことやなっていうふうに思いました。あとはですね、その方たちがね、まあ、なるべく嫌な顔をせずにですね、働けるように、どういったんですかね、環境っていうのをね、しっかり僕は作っていかなあかんなと思いながら、すごくね、来年がね、待ち遠しいなっていうふうに思いました。そうやね、僕は、この今日という日までね、すごくね、来年が楽しみだなっていうふうに思いながらね、毎日を過ごしてました。と、今年もう、この毎日投稿っていうのをね、ずっと続けてるっていうのも、結構ね、過酷な自分の中で決めたことやったんでね、まあ、できるかわからないですけどね、とか言いながらやってましたけれども、いや、12月まではせなあかんやろと思ってね、来てたんで、なんとかね、12月までやり遂げれてたんで、すごく僕の中ではね、達成感があります。まあ、ちょっと自己満的な要素になってしまってた動画とかもたくさんあったかなとは思うんですけれども、まあ、僕の中ではね、何かこう、どういったんですかね、人生に挑戦をじゃないですけれども、何かね、挑み戦うことをちょっと、する1年にしたいなと思ってたんで、なんかこう維持なんてやってましたね。なんとかね、投稿のね、時間とかはね、ちょっと思ってた時間にはできなかったですけれども、すごくね、なんとかなって、なんとかかんとかこの動画をアップするところまでね、こじつけれて、すごく良かったなっていうふうに思います。で、そうですね、あとはね、そうですね、まあなんか話し出したらもうすごくキリがないんですけれども、なんかと嬉しかったこと、 YouTube をやってて嬉しかったことで言ったら、まあ僕が尊敬してる先輩がいるんですけれども、まあその方はですね、なんか僕なんかよりも、もちろん違う事業でをされてて、事業を2つぐらいされてて、でそれをですね、すごくね、うまくこう、どういうですかね、右肩上がりにですね、経営をうまくやっていってらっしゃる方で、で、まあ、すごいなっていうふうに尊敬してる方です。で、その方もね、もう始めたぐらいから、もうみんなには言わんといてくださいねっていうのを言いながら、僕が、
僕恥ずかしかったんで、そのもしかすると辞めてしまうかもしれへんと思ってたんで、まさかこんなねちゃんと続けて頑張れると思ってなかったんで、言わんといてくださいね、途中で辞めちゃうかもしれないんでって、またなんかこうね、あの変なやりだしたな、どうせうまくいかへんやろうと思われて、まあ、辞めた時のね口実っていうのを作れないまま過ごすのがすごく怖かったんで、まあ口止めさせてもらってたんですけれども、まあ、僕はなんとか1000人行けるようになはまでは頑張れそうですって、で1000人行きましたっていうのを言った時にはですね、もうみんなに言い回っててくれてたみたいで、なんか始めたみたいですよって、もう1000人行くらしいですよとか、なんかそんなので、ね、言い回ってたんですね。でつい先日一緒に飲みに行った時にですね、いやそのまあすごいと思うでっていうのをね、僕よりもっとねこう、まあ、成功されてるっていう言い方が正しいかな、結果を出してる方の話っていうのをから言われるのはやっぱ僕はすごく嬉しかったんですね。で先輩のね経営者の方がですね、いろいろ言い回ってくれててですね、でまあ言い回ってくれてたことで周りの人がですね、なんか始めたらしいですねっていうのを声かけてくれて、まあ、僕もですね少しずつですね、まあなんとか収益化できてたんでね、自信を持てるようになってきて、でその先輩がつい先日ね、重複してたらすいませんね、つい先日飲みに行った時にですね、まあほんますごいと思うわっていうのをね、どう言ったんですかね、お世辞抜きに言ってくれてるんやなっていうのを、まあ、感じたんですね。まあそれがすごく嬉しくって、でまあどういう役に立てるかわからないんですけれども、まあ僕のね周りでね頑張ってらっしゃる方の何かこう違う形でですね、こう役に立てるようになれたらなっていうのもすごくね思ったのを覚えてます。つい先日の話ですけどね、すごくね嬉しかったです。でですね、まあそんな困難もありつつ、うんって感じでしたかね。でまあそれは良かったことですね。まあ悪かったことっていうのも実際にその今年の振り返りっていうところで言ったらあって、うん、まあ YouTube をですねこう毎日投稿することでですね、まあちょっと、まあ、本業でもっとできてたこともあったかなっていうふうにも思いました。ただ体は一つなんで、やっぱりどこで自分をこう時間を集中させるかっていうのはすごく難しいことやなとは思ってるんで、まあ、正解はちょっとわからないですけれども、まあ、両立の難しさっていうのを感じたなっていうことですね。まあ、ちょっと酔っ払い出してるんで、まあ、緩く聞いてくださいね。うん。まあ、あとはそうですね。何だったかな。まあ、そんなになんかね、悪かったことっていうのは僕の中では悪かったことっていう認識ではないんですけれども、まあ、でも誹謗中傷みたいなのもちょろちょろあったんで、まあ、気にはしいひんっていう風なことは言ってもやっぱあんまりいい気はしないなって思いながら、まあイラッとすることとかもあったかなとか今思えばありますね。もうまああまり気にしてないんです、気にしないようにはしてますけれども、まあ SNS 始めたんやなっていうのをね感じながら、どう言ったんですかね、でもまあその世界に、そういう世界にもねちょっと足を踏み入れて、この仕事をねこうより良くしていきたいなというふうに思ってたんで、まあすごくいい経験やったかなっていうふうに、まあ悪いことっていう表現もあれやけどね、そんなのね感じながらね過ごしたのを覚えています。でですね、まあ今ね酔っ払いながらだらだら話してますけれども、まあ今年はですね、まあそんな感じでですね、なんとか終われました。怪我事故なくね、すごくね、いい一年やったっていう風な感じですね。まあ重複した話にはなってしまうかもしれないですけども、まあ面白いこともあったりとか、嫌なこともあったりとか、まあいろんなことをね、振り返ったらね、まあ濃かったなって、まあ仕事漬けの一年やったなっていう風にほんまつくづく思うんですね。で、まあ来年ですね、来年をどうするかっていうところを、まあ、少しだけね、ちょっと話そうかなとは思うんですけれども、まあ来年に関して言うと、ちゃんとしたね、形でですね、来年どうしていくかみたいなのをね、来年に話そうかなと思ってるんですけれども、まあ、
1個確定しているのは、1個確定しているのは、まあ、毎日投稿っていうのは、まあ、あの年内でやめにします。で、毎日で、ね、楽しみにしていらっしゃる方とかもいらっしゃったっていう話は聞くんですけれども、ちょっとね、毎日投稿はやめようかなっていうふうに思ってます。まあ、これはね、僕が決めてた目標やったんで毎日上げてたんですけれども、まあなんかね、ちょっとやり方を変えていかないといけないなっていうのを、ちょっともう年内で毎日投稿やめた方がいいんかな、どうしようかなと思いながらやってたんで、ただ12月ででも、12月いっぱいまででも毎日投稿できるぜ、現場を出ながらできるぜっていうのを見せたかったっていうのもありますし、まあね、他のね、庭師をしながら YouTube をしたいと思ってる方とかの、まあ、少なからず励みになればなと思いましたし、おこがましいか、今のは。おこがましいですね。でも、俺みたいなやつが、でも、毎日投稿しようと思ったらできんねんでっていうのを見せれたら、まあちょっとね、あいつができるやつは俺もやってみようかなって思うやつとかも出てくるかなというふうに思ったんで、まあ、そう思ったら、まあ、どう言ったんですかね、背中を押す材料の一つにはなったかなっていうふうにも思います。まあ、かなりきつかったですけどね。まあ、実際に剪定だったりとか、現場の動画っていうのは、あまり上げれなかったかなっていうふうにも思うので、まあ、果たして僕がしてたことが正解なのかわからないですけれども、僕はいい経験だったなっていうふうに思います。まあ、まあね、失敗は挑戦するからするもんなんで、すごくね、いい1年やったなっていうふうに振り返りで思います。ただ来年は毎日投稿は次第です。ただ、まあ、理由としたらですね、そうですね、まあ、集中の仕方を変えるっていうことですね。で、あとはそうですね、まあ、考えたいこととか取り組みたいこととか新しいこととかも、こういうふうにしたいなとか、ああいうふうにしたいなっていう物事とかもあるので、まあ、そういうのをを考える時間だったりとか、それに着手する時間だったりとか、そういうのに時間を取りたいなっていうふうに思ったので、多分やっぱり毎日投稿してたらね、それはできないかなっていうふうに思います。毎日投稿するっていうことだけにとらわれて、どう言ったらいいんですかね、まあ同じような動画ばっかりになってしまいそうやなと思ったので、なんかちょっと、どう言ったらいいんですかね、それがしたいから、この YouTube 始めたわけでもないなっていうふうにも思ってるんで、ちょっとね、やり方を変えていかないといけないなっていうふうに思います。本当にね、まあ楽しみにしてる方からしたらね、なんやねんとか言って、もっとちゃんと上げてみろやって思うかもしれないですけども、まあこれはほんまにね、もう私事で申し訳ないですけども、ご容赦いただけたらなっていうふうに、誰も興味ないわって言われるかもしれないですけども、まあで、楽しみに見てる方もいるかもしれないんでね、そっち寄りで話ちょっとさせてもらってますよ。だけど、まあ、やめるわけではないので、やっていこうかなっていうふうに思ってます。で、まあ、新年一発目の動画ですよね。新年一発目の動画っていうのは、僕は、1月の6日にアップしようかなっていうふうにも思ってます。で、その時にですね、その来年、2023年、どうしていくかとか、まあ、目標ですよね。目標だったりとか、こういうふうにしたい、ああいうふうにしたいっていうのとかを、まあ、話できたらなっていうふうにも思いますし、まあ、実際にね、動画もね、そこから作っていくっていうような感じで、まあ、1月5日までは僕は、現場の方は休みにしようと思っているんですけれども、まあ、考える時間ですね。まあ、ゆっくり、した時間を過ごしながらですね、まあ、脳を休めてですね、新しいことを考えたりとか、新しい取り組みに対してのいろいろなこう準備をしたりとか、なんかそんなのをねしていけたらなっていうふうにも思ってるので、まあ、それはですね、年明けに話そうかなっていうふうにも思ってます。やっぱりなんかこうちゃんとした形じゃないですけれどもね、もうちょっとそっちはそっちで言葉まとめて、まあ、ここでこのまま流れでだらだらお酒を飲んだまま話すのはちょっと違うかなと思ったので、まあ、お酒はね飲まずに、ちゃんとした形でですね、来年のね、目標だったりだとか、取り組みだったりとかを話していけたらなっていうふうにも思ってます。いやー、本当にね、まあ、重ね重ねにはなってしまうかもしれないですけれども、いや、本当にね、いろんな方に支えられた一年だったなっていうふうにも思って、で、なんて言ったらいいんですかね、まあ、
なんか自分自身の承認欲求みたいなものもね、すごくね満たされたなっていうか、何か必要とされてるなって思うことがあるのっていうのは人にとってまあ嬉しいことなんやなっていうふうに思いましたし、まあそれがね何か人の役に立ててるっていうのはすごく嬉しいなっていうふうにもものすごく感じたのでね、いや本当にねいい1年でした。むちゃくちゃいい1年でした。なんかね振り返ってもね、まあ、しんどかったですけどね、だいぶね、もう結構遊びに行くの好きなんですね。飲みに行くのも好きですし、アクティビティの遊びも大好きで、旅行も好きですし、なんて言ったんですかね、遊ぶことっていうのは僕はめちゃめちゃ好きなんですね。だけれども、まあ、それ以上にですね、この、どう言ったんですかね、仕事をしながら YouTube を活動する、YouTuber 活動っていうさ、YouTuber っていうのはおこがましいか、YouTube をこう、アップしていくっていう作業がですね、まあ、僕にとってはすごいね、良かったです。すごく良かったなっていうふうに思います。なんか新しくね、こう取り組むことの大事さというか、まあなんかね、すごく感じました。で、まあつい最近なんですけれども、つい最近ね、何の話してたっけ？何の話してたかな？何の話してたっけ？まあ酔っ払ってるからまあよしとしよう。まあちょっと。まあ、最近知ったことなんですけれど、まあ、最近ね、知ってというか最近いいなと思ったことがあったので、まあ、ちょっとその話をしようかなというふうにも思います。まあだらだら酔っ払って飲んでるだけの動画もねあれやろうからまあですね、まあ、YouTube を見てらっしゃる方だったらもしかすると目に留まることはあったかもしれないんですけれども、レプゼンフォックスっていうグループがあるんですね。まあ、それはまあ、ミュージシャンですね、音楽活動されてる人たちなんですけども、まあ本当にね一人一人が個性的で、まあすごいね、まあ本人らが言ってるからまあいいか、まあ、クズなやつらで、でも男からしたらなんかかっこいいみたいな感じのね5人組がいるんですね。でその人たちがですね240時間、ぶっ通しライブっていうのを YouTube でやってたんですね。でまあそれで、登録者数を400万人にするっていうので、すごく頑張ってて、まあいろんな手法を使ってですね、まあそれがちょっと、YouTube のね、規約違反につながったりとかしてることとかもあったみたいで、まあなかなか達成してなかったんですけども、年内にですね、ついさっき、400万人達成したんですね。で、まあ僕はもともと好きだったんで、ああ、やっぱやったなっていうか、どういったですか、まあ男からしたらなんか憧れるというか、すげえやつらやなっていう、まあ年下の方ですよね、なんですけどすげえやつらやなって思うことがあって、でそれが400万人になった時の動画をね今日見てたんですね。そしたらなんかねこう、まあ、キラキラしてるというかまあ何の話をしたいのか分かんないですけど、まあ、振り返りやのにね、なんか他の人の話するのも変やけど、まあ、なんかキラキラしてるなっていうふうに思ったんですね。なんか、その、まあ、YouTuber では僕らはないっていうふうにその人たちは言うんですね。僕らはミュージシャンやし、その、ミュージシャンとして、世界一になりたいと。まあ、世界で一番になりたいと。まあ、そういうことを、掲げてですね、DJ 社長っていう人がですね、指揮を取ってですね、なんか強固な男たちが集まってですね、5人組で頑張って、ね、いろんな活動をしてるんですね。で、なんかね、その何か目標を達成しようとしてる時のその人たちっていうのがすごくキラキラしてて、なんかすごくね、いいなって思ったんですね。なんか羨ましいというか、なんか年々そういうのが減ってきますし、僕自身もですね、なんかこう夢にときめきみたいなことっていうのはやっぱないなって思うようなことがやっぱり増えてきたなっていうふうにも感じるんですね。あれがしたい、これがしたい、あれも欲しい、これも欲しいみたいな、なんかそういうことがやっぱり減ってきたなって思うんですけど、なんかね、自分が決めたことをですねこう全うするためにですね、全力でねやってるその人らがすごくキラキラ見えて、なんか羨ましいなっていうふうにも思って、まあ憧れみたいな感じかな、
なんかね、実際にお会いしたことはないので、どういう方たちかわからないし、まあほんまにね、そこでね、実際に会ってプライベートを聞いて憧れるかわからないですけども、なんかすごいね、その表面的にかもしれないですけどね、映ってる彼らがですね、すごくキラキラして見えました。で、まあその人たちがね、歌ってる歌で、の歌詞でですね、なんか、まあこれも最近知ったけど、すごくね、なんか、まあ刺さるというか、言葉があったので、なんかそれをちょっとね、読み上げて、まあ来年もよろしくお願いしますということにしようかなっていうふうに思うんですけども、まあちょっと一部ね、歌詞を抜粋してそれを読み上げますね。まあ、人生に挑戦を、常識に中指を、失敗に花束を、すべての若者に夢をっていう歌詞があるんですけれども、まあなんか、まあ、人生は挑戦するべきやと思いますし、なんかみんながね、いや、普通に考えたらこうやんかとか、普通に考えたらこういうふうにしなあかんやんかとか、普通に考えたらそれってもうやめといた方がいいやんって言ってることっていうのに、やっぱりこう、ね、ね、中指を立てれるかっていうところ、ですよね。まあ、反発できるか、自分の信じたものを貫き通せるかっていうところを多分言いたいんかなっていうふうにも思いますし、で、まあ、失敗することはそのどういったですかね、に花束をっていう言葉が言われてるんですけど、まあ、それがねすごくね、なんかね、僕はすごく好きで、まあ、人生に挑戦をとかねよく聞くと思うんですけど、まあ、失敗に花束をって、まあ、要は、失敗したってことは挑戦したってことやろうみたいな感じの歌詞がねすごくねいいなと思って、でね、まあその最後のねところで、全ての若者に夢をって、まあ若者だけじゃなくても僕はいいと思いますし、まあなんか夢を見せれる存在にじゃないですけれどもね、なりたいなっていうニュアンスの歌詞なんかなというふうなことを思った時にですね、なんかまあかっこいいなと思いましたし、なんか僕自身もですね、まあね、おこがましいですけれども、なんか、人生をね、こう、挑戦できるような、なんかすごく気恥ずかしいですけどね、何やろね、挑戦できるような人生にしたいなっていうふうにも、今年一年はすごく思ったので、まあ、恥ずかしげもなくですね、なんかこうしたい、ああしたいとか、こんな風になりたい、あんな風になりたいって言って、まあ、失敗することもあると思いますけれども、まあ、頑張っていきたいなっていうところで、まあそれはね来年に持ち越そうかなっていう、まあ来年もね引き続きですね、引き続き頑張ろうかなっていうふうにも思いますので、ぜひね少しね投稿の頻度はあえて僕への関心っていうのがね薄れてしまうかもしれないですけれども、投稿が上がった時はですね、あ、こいつまだ頑張ってんねんなと思って見ていただけたらなっていうふうにも思いますので、今後ともですね、どうぞよろしくお願いします。これからも頑張っていきますので、皆様もですね、なんやろ、日々のご多幸っていうかな、ちょっと言葉、難しい言葉は使わないですね。間違えたらちょっとね、恥ずかしいですし、やけど、まあ皆さんもですね、何か挑戦してですね、また来年、今年の振り返りをしてですね、また来年もっといい年にできるようにですね、お互い頑張っていきましょうということでですね、今年の締めくくりとさせていただきます。じゃあね、一本締めで終わろうと思います。よー、ありがとうございました。この動画が参考になれば嬉しいです。動画がいいなと思ったら、人に紹介してもらえたり、いいねやチャンネル登録してもらえると嬉しいです。ご視聴ありがとうございました。今日も一日ご安全に。